え、デビュー戦どこ？デビュー戦の裏はちょっとだけ出て削っていいのかな。選手権で点を取った、得点を取ったとかの人はもうジンクスがあって潰れるっていう、だからこのままじゃ終わりたくないっていう気持ちやったね。やってくわ。どうも、松井大輔です。松井大輔チャンネルですけれども、今回は日本最強のストライカー来ました。大久保嘉人君に来てもらいました。はい、忙しいからね。まあまあ、今はちゃんとね、衣装もちゃんと着て。そうそうそう、着まあ衣装じゃないけど、着さされてな。僕修繕できたの、この間買ったの。俺服センスないから、うん、誰に買ってもらったの？スタイリストさんと一緒に行って、うん、選んでもらって、選んで買って、で今日下ろした。早いね、下ろすの。まあ何でもいいかなと思ったんだけど、ね、松井さんだから。なんでやねん。ちょっと緊張して。やっぱちゃんとしてこい。ちょっとね。ちょっとはね、うん、ちょっとはね、ちょっと気にしてる。ちょっと、そうそうそう、走ってるもんね、最近ね。走ってるよ、10キロ。10キロ。子供は長男が走るから。なんで？学校のあれで。今学校ないじゃん、もう部活も今休みでさ、コロナで。だから毎日長男を走らないといけないから、うん、そのどっかで一緒に走って。でもついていけないよ、長男も相当速いから。めちゃ速いんだ。めちゃくちゃバーってやっぱ行くから全然ついていけない。でもアスファルト走れんの？もう大丈夫。もう大丈夫。でも膝痛くなるじゃん。現役の時はちょっと嫌やったけど、もう今は別に壊れようが何でも OK だから。マジョルカの時壊れてるから、ね、壊れてるから。そうだからもういいんだ今は。まあ今日はね、嘉人君のサッカー人生を一から聞きたいなと、わあ。で、国見は何で行こうとしたの？国見はあれだね、あのね、絶対でもきついっていうのはもう分かってるわけじゃん。あ、分かってる分かってる。なんでそこできついっていうところにわざわざこう身を置こうとして。まずあのほら、小学校、そう、小学校の時に J リーグできたでしょ、うん、ああいうふうになりたい、なるためにはこの小学校、北九州で、まあまあ有名人も一人もいない、スポーツ選手もいないから、そこからこうプロになりたいっていう思いと、その北九州のね、自分が行く中学校はちょっと悪かった。だからそこに行ったら、お前は絶対ヤンキーになるから、うん、行けって言われて、そっちの方に、そう、国見に行け。そしたらあの 1% でもプロになる可能性があるから、うん、って言われて、そしたら行くわで行った。でも3冠取った。取った。よしの時、うん、俺らと強かった。一行や俺だもんね。そうそうそう、強かったやん、うん。俺の時は俺らが強かったから。あ、じゃあもう2000年のインターハイと国体選手権を制して、そう、高校3冠を達成した、うん、得点王に輝きます。そう。でもゴールやっぱ好き？いや好きよね。何が好き？取らないとこうほらヒーローになれないし。ああ、だから取りたい。ヒーロー別にならなくていいと思ってるからさ。あ、そうやろ。俺ね、ちっちゃい時からね、お前にヒーローになれって言われてたの。そう、だからこうああいうこうさ、ガツガツいくじゃん、絶対勝つためには、うん、お父さんに言われてた。そう言われてたの、ヒーローになれ。だからそうなるためには、まあ、フォワード、うん、点取って、だからこう貪欲に行ってたね。まあまあ高校の時もすごかったもんな。まあね、何回も練習試合したもんね。したね。果実は嫌だったんだよやっぱりね、ライバルって感じじゃん。いやもうやる前からバチバチするから。そうやろ。でなんか果実がやってんだから国見はもっとやらないといけない。カイズもそうやって言われてたんじゃない？うん、まあまあまあ。だからもう本当かそれ嘘か分からんけど、あれがうざかったんだよね。本当に。絶対ここまでやってねえだろ。で、まあ、負けた時は、なんか、どうなの？いや、もう走らされるから。負けたら。そう、ずーっと引きずられるから、それが。カイズ。次の練習試合まで。そう、ずーっと。なぜかこう、いろいろさ、九州でいっぱいあるやん、強い土。あるね。なぜか知らないけど、カイズな。ずっと国見っていう感じだったもん。そう、俺が嫌やったな。俺らの時は多分そんなに負けてないんだけど。そうだね、引き分けだったとしてもちょっと、うん、やろ、いや言われてたから。そう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 、それ怖かった。もう怖かったね。監督が一番怖かったね、本当に。まあでも順風満帆なサッカーキャリアをスタートしたと見えますが、うん、まあ国見でね、まあ、逆に嘉人が当時感じていてたプレッシャーとかありますか？高校の時。高校の時。でも高校の時なんか楽しかった思い出しかないって言ってたもんね。そうそうそう。プレッシャーとか全くなかったよ高校の時は。う
まあまあ、まあ、プレッシャーは、なんだろうね。まあなんか大会で優勝しないといけないとか、そういうのしかなかったんです、うん。それっていうか、絶対に勝たないと走らされるっていうプレッシャーの方が多かったね。そうそうそう。そっちの方が強かった。でも勝つだけじゃダメだから、俺ら。何点差つけないと勝ちじゃないっていうこう設定されたの。それプラス1点取られたら、そう、1試合。で、1点取られたら、1点につき、何周確かに、そうそうそう、変わるから。そのプレッシャーが怖かったね。いや、それも多分もう強すぎたってことだよね。そう、強すぎた。そう。だから当時は。怖かったよね、試合すると。次、2001年に、セレッソに入団しますけども、うん、セレッソ入団のきっかけは先生が、国見出身が多いとこのチームを上げてきて、その時にアビスパ福岡に4人、国見出身あって、はい、で、セレッソも4人おって、で、どっちかにしろって。そんな感じで決めるの？そう。で、やっぱ、お世話してくれるじゃん。あ、先輩が。先輩が。へぇー。だからどっちか。面白いね。そう。で、最初アビスパだったんだけど、うん、やっぱ九州から出たことないから、大阪に行きたいな。はい、で、大阪に行ったの。なら、行ったら、このセレッソに4人いたのは全員クビになった。俺だけなんで、それで先生がキレてたって。もう絶対行かせんとか。意味ないって。そうそうそう。セレッソに行かしたのは、4人も国見出身がいるのに、わざわざ選んだのにいなくなっちゃった。いなくなっちゃった。全員いなくなった。でもセレッソ、でも良かったもんね。まあ、ね、当時、まあ。メンツがね。ね。メンツめちゃくちゃ良かったね。メンツ良かったよね。うん。逆に松井さんは、京都行かれた、はい、決め手は何だったんですか？僕の場合は、カジスの監督が3チームあると、この中から選ばせてくれるのかなと思ったら、うん、京都だって言われて、その京都の言葉しかもらえなくて、お前京都行けって。なんで？地元やから。地元だから、帰りなさいみたいな感じで、あとの2チームは一回も聞かされなかった。マジで？まあ、でも本当1年目から出場して、活躍して、うん、で、初めてプロとしてピッチに立った時の記憶はありますか？記憶あるある。え、デビュー戦どこ？デビュー戦での裏は。で、ちょっとだけ出て、井原さん削っていいろ。一番最初に。一番最初に井原さん削ったね。井原さん削って。そう。何も言われなかった？いや、多分言われないと思う。言われなかったと思う。がっつり言ったけどね。がっつり言った？がっつり言ったね。気まずかったけど。気まずかったけど。いや、まあまあ、まだ分かってくれ。許してくれた。そうそう、まだ分かってくれるじゃん。あそこまでの選手は。プロ1年目だし。そう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 。あのプロ初めて入った時にデビューの試合はセレッソだ、うん、でもヨシトはいなかったんだけど、うん、どうやった？何にも覚えてないけど、とりあえずコーナーキックのコーナーキックが上がってきて、向こうのね9番が能さん、能さん、能、うん、さんがもうすごいじゃん、うん、すごいすごい、バーンって蹴ったボールを誰かがクリアした、うん、で自分胸トラップしてもう一回能さんに渡した。敵に渡したボール焦りすぎて、はい、どうぞどうぞ攻撃してくださいなって、それ一番覚えてる。あ、でも初年度でセレッソ、うん、J2 に降格してんの。そう、落ちた。俺ね、5月だから、何だっけ、ワールドユース、うん、行ったやろ。俺行ってない。選ばれてない。選ばれてない。選ばれてなかった。ワールドユースは選ばれてない。ワールドユースだったっけ。違う。あれやで。あてね。違う違う。5月ぐらいにやっぱあったじゃん。あ、ツーロン。いや、ツーロンじゃない。あそこでやってたやん。どこ？アンゴラとかさ、なんか。アンゴラ？アンダー18よ、だから。まあ、その後、出発する前に、もう本当にその日に俺は怪我、大怪我して、足首怪我した。で、そっからね、1年ぐらいできなかったんだけど。で、俺もワールドユースも、ダメだ。時代で。そう。だから、あんまり20試合しか出ないんじゃない。メンタル、でもメンタル的にやっぱ厳しかった。その、いや、大怪我した時に。いや、なんかね、選手権で点を取った、得点を取ったとかの人は、ジンクスがあって、うん、潰れるっていう。あ、でもなんか柳澤敦さんも、ちょっと、うん、ついてた。一回怪我したよね。あ、怪我したよね。必ず入ってから。あ、もう。それが怖かった。潰れるって言われたから、うん、このままじゃ終わりたくないっていう気持ちやったね、あの時は。もう絶対また。そう。絶対。もう一回出て、試合出て、点取ってやるっていう。っていうのがやっぱ強かったね。まあでも気持ちやっぱ強いからな、まあまあ、人の方が。そうね。で、タイもそうだし、うん、やってやるとか、試合の中に入ったらやっぱすごい、気持ちがやっぱ出てくるじゃん。そうそうそう。それやっぱ、グラウンド踏んだら、なんかボールしかやっぱ見えなくなる。それはある。
いやもうね、もう絶対点を取りたいってしか思わなかった。ピッチ入ったら、ピッチ入ったら。どっから買うの？入場するときぐらい。あの、入場していくときぐらい。あのときぐらいが変わるの？え？変わらん。まあ、あの入場するときさ。自分はやっぱバスの中だもん。あ、で、すんの？自分はバスの中からこう入っていくようにしてる。全然そんな感じ見えなかったよ。見えないでしょ？うん。たまに一人で泣いてるときある。感極まっちゃった。マジ関係は全然わからんやったな。わかんないでしょ。わかんないようにしてる。谷間の世代と言われたんですけども、まあ、アテネ、五輪の世代、まあ、レバノンと UAE と、なんかあの地域にほら、UAE ラウンドと日本ラウンドがあったから、UAE ラウンド選ばれなかったよね。選ばれなかったね、俺たち。あの時、土門さん。やばいと思ったよ。あ、もう入んない。もう入んないんじゃないかなって。なんかさ、その前にさ、こう韓国と試合したの、覚えてる？その時ね、前半、俺多分 A 代表にも入ってて、で、掛け持ちでやってて、まさくにさんからハーフタイムに、ボロクソ怒られて、変えられたんだよね。あ、前半で？前半で変えられたんだよ。お前、なんか A 代表に行ってるか知らないけど、みたいな。天狗になってんじゃねえ。そう、なってんじゃねえぞ、みたいな。で、変えられて、それでそのまま UAE 選ばれなかった。ああ。これはやばい。もう、本当に選ばれないんじゃないかなって思ってたら、何 UAE ラウンド行ったよね。俺行った。腹壊した。みんな結構腹壊した。全員壊したよ。ねで、そういうので、こう、入れたっていうか。行けた。入れたじゃない。日本ラウンド。じゃあでももう、まさくりさんは思ってたと思うけどね。よしとは、日本ラウンドに多分、呼ぶって。そうかな。安倍ちゃんと。なんかそういう。それね、ちょっとね、外れた時に、ちょっとこう言われてたんやけど、ドイツのワールドカップ2006年。うん、まあ、共にメンバー入りをちょっと逃しましたけど、2006年は。その時どうでしたか？で、その時もテレビで見た。テレビで。あの時も覚えてるな。もう。え、電話かかってこなかった？